今日のスバ。カズマカズマ、すごいです。あそこ宙返りしてる人がいますよ。ヒヤッホー、こいつはハラハラするぜ。すごい速さで傾斜を滑り降りていくな。それにみな足の下に板を敷いているようだ。見てよ、あの人なんて一枚の板で飛んだり回転したりしてるわ。あれこそ俺が作ったスキー板にボード、なかなか好評みたいだな。おお、カズマよく来てくれたな。おっちゃん、客も多いし盛況みたいだな。ああ、お前さんのおかげだ。スキーにスノーボードだったか。頼まれて作った時は半信半疑だったが、見ての通りレンタルする客が後を絶たなくて嬉しい悲鳴だよ。それは何より、お客さんも喜んでるみたいだし、やっぱり商売の醍醐味はお客さんの笑顔が見れることだよな。レンタル料で大儲けだ。購入したい人にはオーダーメイドといってさらに高値で売ろう。また悪い顔をしていますね。カズマさんが悪だくみしている時の顔よ。こういう時って大体トラブルが起きて、儲けも何もかもおじゃんになるのよ。おい、フラグとしか思えないセリフはやめろ。ところでエイリカはどうした？一緒に来てたはずだが。エイリカならあそこよ。いやー、上手に立てない。何をやってるんだエイリカ。見てわからない？雪の上でスキー板をつけて立てない可愛らしさを演出してるの。白い雪は女の可愛さを強調させるわね。こうやってゆっくりゆっくり立とうとするけども、立てない。可愛いエリカちゃんにはスキーなんて無理かも。雪玉？すみません、流れ玉です。雪合戦をしようかと思いまして。あと可愛いことばかりに夢中な軟弱者に制裁を。エリカ、私は関係ない。みんなまとめて相手してあげるわ。それそれ、可愛い雪玉攻撃よ。どうして私に。だがこの冷たさ、それに硬い雪玉、なかなかに悪くない。楽しそうね。私もそれ。甘い高魔族のかっこいい雪玉を食らうがいい。はあ、こんなことで遊んだりしてみんなガキだな。お？おお！ずいぶん高い場所から滑り降りてくる集団がいるな。結構な腕前じゃないか。みんなソリに乗ってるわね。全然可愛くないくせに注目されてる。あれもダニエルの手下かしら。生意気ね。そんなことはどうでもいい。このままではこの雪山にいる人々が危険だ。せっかくスキーとスノボがいい商売になってきたのに、
悪評が立ったら元も子もないな。みんなスキー客を守るぞ。このスバー